皆さんこんにちは。すずめの涙などの大ヒット曲で知られる演歌歌手のケイ・ウンスクさん。あの紅白歌合戦に7回も出場されており、独特のハスキーボイスと美貌で当時大人気だったケイさんですが、最近はメディアへの露出がなくなっています。実は日本のテレビから消えた理由は数々の事件が原因でした。今回はそんなケイ・ウンスクさんの経歴や現在の活動についてお話ししたいと思います。ケイ・ウンスクさんのプロフィール。本名ケイ・ウンスク。生年月日1961年7月28日。出身地韓国中西南道ソサン市。身長161センチ。血液型 B 型。学歴韓国超保商業高校。所属事務所プロミスエンタープライズ。ケイ・ウンスクさんの経歴。ケイさんは1977年高校生の時に韓国でモデルとしてデビューし、シャンプーの CM キャラクターに抜擢されるなど2年間モデルとして活躍されました。そして1979年に韓国のソラボルレコードからシングル歌って踊ってで歌手デビューを果たします。当時はアイドル歌手として人気を博し、1980年発売の待っている女心で新人賞を受賞しました。また私にはあなただけ、優しい目つきでなどが立て続けにヒットし、一躍人気アイドルとなります。 K さんといえば演歌歌手のイメージが強いので、当時を知らない方には意外かもしれません。1984年に作曲家の浜圭介さんに才能を見出され来日することになります。浜さんの下でレッスンに励み、翌1985年に大阪母職で日本デビューを果たしました。1987年すずめの涙が大ヒットし、同年浜さんとのデュエット曲北空港もヒット。1988年には夢女で第21回日本優先大賞グランプリをはじめ10個の音楽賞を受賞し、 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たします。以降1994年まで7年間連続で紅白出場を果たしています。紅白だけではなく、レコード大賞など各種音楽賞の常連でもありました。その他にも酔いどれてや花のように鳥のように、数々のヒット曲をリリースしています。また1990年にはアルバム真夜中のシャワーで第32回日本レコード大賞アルバム大賞を受賞。1992年に発表した堀内孝雄さんとのデュエット曲都会の天使たちは大ヒットとなり、その年の紅白歌合戦では白組の堀内さんと赤組の K さんがデュエットするという異例の形での披露となり話題になりました。同時期の31歳の時に幼なじみの韓国人実業家と結婚した K さん。当時は1億円のマンションに住んでいて玉の輿婚だと大きな話題になりました。豪華なパーティーも開かれるなど幸せな結婚生活だと思われていましたが、夫の事業が相次いで不振に陥り多額の借金を背負うことに。後に金銭トラブルもあり、残念ながら1998年に離婚しています。1993年にはソウルでディナーショーを行い、日本でデビューして9年目、初めて母国で日本語での歌唱公演を行いました。翌年にもデビュー10周年記念ディナーショーを開催し、日本語の歌が禁じられていた韓国で日韓の文化交流に意欲的に取り組みました。メディアから消えた理由とは。 K さんは2001年頃から突如メディアから姿を消してしまいます。その理由について、K さんは自身のコンサートで、テレビに疲れた、今までたくさん戦ってきた、
これからはこうしてライブで直接皆さんと触れ合っていきたいと発言。しかしそれから新曲のリリースは途絶え、翌年からのコンサート本数も激減しました。その背景には所属プロダクションとの借金トラブルがあり、それが原因で契約を解除され、2億5500万円の返済を求める裁判を起こされていたのです。週刊誌にはギャンブル癖が原因による借金と報じられましたが、 K さん自身は後に完全否定しています。借金の理由については、独立後新しい会社を立ち上げるために自宅を担保に入れ1億円の借金をし、さらにはアジア進出の失敗と採算度外視のコンサート制作費がかさんだことで赤字が続き負債を背負ってしまったと説明しました。それに加え、夫の事業失敗による借金を K さんが負うことになり、1億円のマンションローンを含め負債総額は4億円にも達していたそうです。こういった背景から、裁判中はメディアへの活動が制限されていたため、テレビなどの出演は自粛していたのです。2006年に金銭トラブルの和解が成立し、負債に関しては所有していたマンションの権利を譲ること、 K さん自身毎月50万円を支払うという取り決めで、在日韓国人の事業家が一括して引き受けてくれました。同年ヒット曲を歌い直したアルバムを発表し、 NHK の歌番組に出演するなど久々のテレビ出演を果たし、本格的に音楽活動を再開します。裁判が終わり復帰するタイミングで、 K ウンスクさんは金銭トラブルを解消し完全復帰に向けて進んでいた矢先の2007年にあるものを使用してしまったことで現行犯逮捕されました。ここまでの苦境に立たされたストレスからか、 K さんは40歳を過ぎた頃から更年期障害やうつ病にも悩まされていたそうです。 K さんは、自分で使用するつもりだった、すみませんでした、事務所と金銭トラブルでうつ病になってしまい、芸能界の知人から元気が出るよと言って渡されたことが使用のきっかけだったと容疑を認め謝罪しています。腎盂腺を患い、2時間のコンサートにも耐えられなくなり手を出してしまいましたとも明かしています。この事件で懲役1年6ヶ月執行猶予3年を言い渡されると、日本当局からビザの延長ができないという通知を受けます。一時は東京の入国管理局が追加の審査を受け入れ、国外退去処分が延期となりましたが、最終的に日本当局がビザの発給を拒否し韓国に帰国。2011年、日本のテレビ番組のインタビューに韓国で応じ、ソウルの自宅で執行猶予が明ける瞬間を公開し、日本に行くことは何年かかってでも諦めない、日本に帰ってファンの方々や関係者の方々に謝罪したいと発言しました。まさかの2014年1月から歌手活動を再開し、3月には32年ぶりに韓国で新曲発表をした K さん。ソウル市内でディナーショーを開催し、日本からもファンが約500人も集まったといいます。しかし今度は詐欺罪で在宅起訴されてしまいます。新曲リリースも中止になり、その後の芸能活動の予定も白紙となりました。詐欺容疑の内容は、2014年約2000万円の出演料の入金があると明記された契約書を提示し、高級会社のポルシェを月数十万円でリース契約しましたが、すぐにリースした車を担保に入れ、消費者金融から借金をした後、リース料を全く支払わなかったとのこと。しかしすぐに K さんは、友人が車を購入する際の保証人としてサインしただけです、友人に裏切られました、本件に関して真実を知っている証人もいるので、これから誤解を解いていきますとコメントしました。そして K さんの代理人の弁護士がテレビ番組に出演し、
リース契約した際に提出された契約書が虚偽であったことは K さん自身も知らず、刑事的責任はないと発言しています。その後、実質的な主犯は当時韓国の大統領だったパク・クネさんの親族の男性であることが判明し、 K さんは韓国のインタビューで主犯の男性を告訴すると語り、初公判では容疑を全面否認しました。後に主犯の男性は逮捕され、総額約4600万円を数十人から騙し取ったことが明らかになっています。立て続けに、さらに詐欺事件の翌年の2015年6月、 K さんは再びあるものを使用した疑いで再逮捕され、 K さんの所属事務所小野代表が容疑を認めたことを公表しました。裁判所の判決によると、2012年から2014年6月まで自宅やホテルで3回ほど使用していたとのことでした。詐欺容疑と使用容疑についていずれも有罪と認め、詐欺疑惑に対して消極的に加担したものと認められるとし、懲役1年6ヶ月と罰金80万ウォンが確定。実刑を言い渡された K さんは刑務所に収容され、満期で出所しました。当時 K さんは認知症のお母様と暮らしていましたが、その後お母様は施設に入所。 K さんが刑期を終える直前の2016年4月に亡くなり、彼女は特別外出許可を受けて喪主を務められました。その後と最近の活動、刑期終了後の2016年にイム・ハクソンと一緒にクリスマスコンサートにゲスト出演し、韓国でのヒット曲「私にはあなただけ」や日本でのヒット曲など計4曲を歌唱し、歌手活動を再開しました。2017年ソウルで日本 VIP 向けディナーショーを開催し、2019年には韓国の芸能プロダクションプロミスエンタープライズと専属契約を結び、韓国で37年ぶりとなるアルバムをリリース。日本のメディアにも出演し、日刊現代では本人取材のコラム K ウンスクが激白、もう一度歌いたいが連載されました。同年 K さんは爆報ザ・フライデーに出演し、日本でもメディア復帰を果たします。日本の皆さんには謝りたい。これまで山あり谷ありといろいろあった。仕事がうまくいかなくなり、借金を抱えてしまって、いけないものにまで手を出してしまった。生きた心地がなく、とても苦しかったと明かしていました。 K ウンスクジャパンオフィシャルツイッターでは日本のファン向けに近況を発信。また2019年11月には日本公式ファンクラブ K ウンスクオフィシャルファンクラブが発足しています。 K さんは日本でまたコンサートを開きたいと願っていますが、日本の法律上入国が難しい状況です。しかし K さんは諦めておらず、私が好きな言葉は愛です。言葉も通じず文化も習慣も違う国から来た私は、日本の人々からたくさん愛されました。今こそその愛に恩返しをし、またファンの前で歌いたいです。日本に帰ってファンや関係者に謝罪したい。日本に行くことは何年かかっても諦めないと話し、一から韓国で頑張っていつかまた日本に行きたいと語っています。著名人にもファンが多い、当時大人気だった K さん、その美貌とハスキーボイスには男性ファンが多く、時の総理大臣小泉純一郎氏も彼女の大ファンだったといいます。小泉元総理が2006年4月に総理主催の桜を見る会に招待し、ツーショットの写真がフライデーに掲載されたこともありました。また故筑紫哲也さんは K ウンスクを囲むジャーナリスト文化人の会の発起人になり、赤坂のホテルで彼女のためのパーティーを開いてあげたこともあったそうです。いかがでしたか？波乱万丈な人生の K ウンスクさん、
トラブル続きながらもまた復活のスタートラインに立てたことは、ファンの方や当時を知っている方には嬉しいことではないでしょうか。今はインターネットでの配信も盛んですし、 K さんが日本で再び活動する姿が見られる日は近いのかもしれませんね。